前、死ぬよ。地球の裏側にすぐ返してやるよ。 リカルド、流れるような立ち技から得意のグラウンドに持ち込んだ。 同時スリーパーだ。 さすがは締め技の王者リカルド。 ヒューガの決意が悲鳴を上げる。 これは早くも勝負ありか。 ただのビッグマウスか。 これがいつものヒューガの手口よ。 これでマックスか? 何? そんな… ヒューガがリカルドの同締スリーパーを外し膝十字固めに入った。 決まったか? いや、 ヒューガは関節や寝技なんかで決めない。 自分がピンチに陥ったとしても最後は必ず大技で勝負する。 必ず? なんでわざわざそんなやり方すんだよ。 それがヒューガの哲学よ。 関節技の名手でも難しいと言われる膝十字が もろに決まってしまった。 リカルドどうする? おっと! さすがリカルド! 外した! 簡単に外れたな。聞いてねえぞ。どこ見てるの? 膝の靭帯完全に切れてるわ。 そうだ、それでいい。 あのままリカルドの膝を決めて そのまま折ることだってできたはずなのに、 あえてヒューガをやらなかった。 なんで? ああやってもう一度立ち上がらせるためよ。 私、負けない。 弟たちブラジルで待ってる。 僕がお金持って帰る。 そうか、かわいそうにな。 すぐ飛行機に乗せてやる。 だがな、あんた飛行機には座って乗れないぜ。 担架で帰りな。 あいにく、そんな貧乏臭い話は大嫌いなんだよ。 派手に行こうぜ。 客のアドレナリンをザバッと放出させてやろうぜ。 よく頑張った。 ご褒美だ。 楽にしてやるぜ。 決まった! ヒューガのスカイニークラッシャー! 完璧だ! まさに完璧な勝利! やはり最強の勝負はやはりヒューガの頭上に輝いた! パワーも技術も差は歴然でしょ? ボスの言う通り、今のあなたにはヒューガは倒せない。絶対にね。なめんな。俺だってずっとこの街で戦ってきたんだよ。俺は誰にも負けねえ。絶対にだ。分かってないのね。自分に足りないものが。 佐藤先生が格闘技がお好きだったとは知りませんでしたよ。いや、
昔ヒューガ君が総合格闘技にデビューした頃大ファンでね、ドラゴンヒートに出てるとは知らなかったよ。恐縮です。ご苦労さん。これ取っときなさい。ありがとうございます。君好みの女を揃えた。今日はゆっくり遊んでいきなさい。そういえばあの達也とかいう子どう思う？なかなか異性良かったが。あいつはただの喧嘩好きなガキですよ。俺だったら30秒、いや10秒で倒してみせます。頼もしいな。今度ラスベガスでヒューガ君のために試合を組むという話も出てる。君だったらあっちの女にも人気出るだろうしな。これも桁違いだ。頼むよ。任せてください。俺は誰にもドラゴンヒートの人気ナンバーワンは渡しません。絶対に。よう達也ちゃん、難しい顔しちゃって、せっかくのイケメンが台無しだよ。あんたリングアナウンスの？ヒューガのことが気になんのか？大丈夫だよ。ヒューガと当たる日が来るのはもっと先。そんなビビらなくても OK。ノープロブレム。誰がビビってるって？ん？ジョークだって。そんなに怒んないでよ、達也ちゃん。てめえ。ねえ、ちょっと遊びに行かない？ファイトマネーで懐あったかいんでしょ？おごってよ。は？なんであんたにおごんなきゃなんねんだ。いいからいいから。じゃあジュエルってキャバで待ってるからね。勝手な野郎だ。外にあんまり出歩きたくねえのに。ん？でもあの DJ なら何かここの情報握ってるかもしんねえな。
おい。来いよ来いよ、ほら、
か、おい。いい気になってんじゃねえぞ。
気になってんじゃねえぞ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
めとんのか。おら、叫んじゃさ。おい、気になってんじゃねえぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おい。気がってんじゃねえ。
っしゃいませ。ありがとうございました。おい待て、おい待て。くそ。見たと思ったら右京達也じゃねえか。誰だてめえ。忘れたとは言わせねえぜ。てめえが俺のこの右膝ぐちゃぐちゃにしてくれたんだろうが。遊んでる暇はねえんだ、どけ。そりゃ無理だな。膝が悪いもんでな、簡単には動けねえんだ。行きたきゃ無理やり通るんだな。
てめえ舐めてんのか。おら、
ンチだ。でもいい気になるな。てめえもそろそろ終わりだ。あ？どういう意味だ。少年課の竹中ってデカがお前を探してるぜ。竹中が。達也、今度は見逃せねえぞ。1年前俺を少年院にぶち込んだ竹中が、まさか何をやらかしたか知んねえがな、おめえみてえな最低の化け物は一生檻に入れとくべきだよな。まさか俺が戸田を殺したことが漏れたのか。いや、俺は今保護観察中だから連絡が取れなくなったことで探しているだけなのか。入れちゃってピザにフルーツ盛り合わせ and you too なんちゃってやだへえ格闘技やってるんですね。超かっこいい。私惚れちゃったかも。あれ、いつもの勢いはどうしたの。ああ、この店ケツ持ちは登場会、つまり組の息がかかってる店だからベリーセーフティー、ぼったくりとか心配ないよ心配なんてしてねえよ達也ちゃん。茎に何か弱み握られてんでしょう。あそこにいるのは金欲しさに命を懸けるやつか、何かの事情でどうしても戦うしかないやつ、達也ちゃんのようにね。あそこで負けた連中ってのはどうなるんだよ。まあ見どころがあればリベンジマッチもあるけど、茎も客も気が短いからね。ようなしと思われたらバイバイ。その行方はノーバディノー。真面目に答えろ。そんなの知らない方がいいぜ。てか今から負けること心配してるの。上等だよ。勝ってやる。勝ち続けてやるよ。俺は負けねえ。誰にもだ。今の俺の居場所はあのリングの上しかねえ。ヒューガ。おいおい、なんでガキがここにいるんだ。関係ねえだろ。一丁前に遊びに来てんじゃねえよ。たかが喧嘩でてっぺん取ったくらいでいい気になるなよ。てめえ、やめとけって達也ちゃん。まったく、こんなところで喧嘩しようってか。本当にどこまでもガキだな。最低だ。ぶっ殺してやる。顎がガラ空きなんだよ。おいおい、それで本気か。おら、話せこら。命拾いしたな。なんだと。逃げんのかこの野郎。逃げねえよ。いつかリングでしっかり戦ってやる。どこだって戦えるだろうが。お前にとってはそうだろうが、俺は違う。俺はここでは納得のいく戦いができない。だと納得だ。理屈こいて結局逃げんじゃねえか。意気がってるだけの坊やは早く帰りなさい。何？どこでも戦えるなんて言ってることがその証拠。だってそうだろうが。自信がありゃどこだって。はいはい、すごいすごい。どこでも戦えるんだよね。てめえバカにしてんのか。女だと思って。いい加減にして。自分が納得できる基準がある人間とない人間、その違いもわからない。だから生きがってるって言ってんのよ。もしもし。
待て、おい待て、おい待て、くそ。